ピエール・ミニャールによるバルドグラース協会の天井画、バルドグラース協会の天井画を称える歌はモリエールによる詩。1668年制作。モリエールの親友であった画家、ピエール・ミニャールの手による天井画を称える内容である。この詩において称えられている天井画を持つバルドグラース協会はアンヌ・ド・トリッシュによって設立された教会である。 1638年の類14世の解任、出産を感謝して、聖母マリアに捧げられた。1645年に寄稿されたが、工事は父として進まず、1667年になって、ようやく完成した。ミニャールがフレスコ画の制作を依頼されたのは1661年のことであり、工事の完成と同時に公開された。天井画の公開と同じ頃、 ミネアールは、王立絵が彫刻アカデミーに加わるように、ジャンバティスト・コルベールや、シャルル・ペローから、再三働きかけを受けていたが、ついに耳を貸さなかった。このためミネアールは、ペローから制裁を加えられるなどしたが、モリエールは、天井画を称えることで、この友人を擁護しようと試みた。その目的を込めて制作したのがこの作品である。1669年に出版されているが、 1668年12月にはサロンにおいて朗読されたようである。ありがとうございます。